以内目指して、違う、ランクも100以内目指してやっていきたいと思います。はい。でいつもと同じで、あの月始めは全シーズンの最終1桁とか2桁あたりの強そうなパーティーを使って練習しながら、今月何使おうかっていうのを考えながらやっていきたいと思います。はい。で今日使っていくパーティーがこちら、全シーズン最終5位の方のスケショコライドンです。はい。でこちらのパーティーですね、まあパッと見普通にコライドンがいて、そしてコライドンと相性がいいハバカミがいて、そして物流系2体、まあラッシャーとアシレーヌ、そして特殊系グライオンとゴリランダみたいな感じで、まあ一見普通のパーティーに見えるんですけど、実はこれ結構立ち悪いんですよ。ですね、構築記事を読んだら、まあコライドンとかハバカミでゴリ押してとりあえず相手の1体を倒すと、で1体倒した後にあとはもう裏の耐久あるポケモンでサイクル回して TOD を狙うっていう、一見いやらしくなさそうでめちゃくちゃいやらしい、結構むっつり型なんですよ。なのでね、まあこれどうなのかなと思って1回2回使ったところ、まだそんな使ってないんですけど、結構強いし安定するんですよね。まあそこら辺をねちょっとお見せできればなって思います。まあ主にまあグライオンは HD で、アシエヌの方は HB なので、まあ物流系2体、特殊系2体いればね、ある程度のやついなせるんですよね。まあぶっちゃけまず相手の一手を削れるかどうか、これが鍵となると思うので、まあそこら辺意識しながらやっていきたいと思います。はい。まあ月始めということでね、まあゆったりやっていきたいと思います。はい。てっちゃん、100いた暁にはいいねって気分がマジっすか、ありがとうございます。いやまあね、100いいね、ちょっと目指してやっていきたいと思います。もしかするとね、今月めちゃくちゃ調子よくて一気にいけちゃう可能性って全然あるので、普通に今月間でやっていきたいと思います。はい。499コインのやつお待ちしております。さあサクサクやっていきましょう。お、ふみさんもライブいいね、ありがとうございます。さあ1試合目ですね。 ASMR さん、対戦の方お願いいたします。さあ相手はミライドンね。ミライドンどうしようかね。まあミライドンは素直に行けばゴリランダーで見れるし、一応グライオンも相性めちゃくちゃいいので、これはけどまあとりあえずコライドンでゴリ押すっていうパターンでいいと思うんだよな。結局コライドンでテラスタル無理やり、コライドンでテラスタル切って相手のミライドンが氷テラスだった時めんどくさいのかってなれば、多分ここら辺かな。どうしよう、グライオンかゴリランダ1体でいいと思う今回は。って考えれば、いやどっちでもいいんだよなぶっちゃけ。どうしよう、ゴリラかな。え、ゴリラか。いやこう包み来るんだったらゴリラだけど、ウィンディ来るんだったらグライオンの方がまだ仕事できるんですよね。いやゴリラかな、ゴリラで行くか。エレキフィールドを消せる方でかいだろ。まあぶっちゃけもう初手からテラスタイを切って1体持ってくっていうパターンもありっすね。でコライドンが挑発あるんで、例えばカバルドンとか来てもそんなに怖くないっていう。うん。さあ誰から来るかな。多分ロンゲとかだと思うけどな、どうだろう。さあまあね、今日はね9時半ぐらいまでゆったりやっていきたいと思います。さあ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 、さあ相手の初手はミライドンね。オッケーオッケーオッケー、ミライドンね。これお互い気まずいんで、多分相手ボルチェンとかだと思うけどな。初手から殴ってこないだろミライドン、さすがにね。ゴリアンダーバックとかもあるんで、あ、そう、月始めはね、ゆったりね。全然ゆったりゆったり。とりあえず、今回は、このパーティーがどれくらい強くて、どんな感じかっていうのを勉強するだけなんで。まあ、それでも全然勝ちに行きますけど。さあ、いや、まあ、とりあえず、いや、絶対ゴリランダーバック相手嫌だと思うんだよな。で、なれば多分普通にこいつボルチェンカーこんにちはしてきそうな気がするんで、一回これ、突っ張ります。はい。いやーどうしよう。いやまあスケショで突っ張ってみるか。なんかロン、お待って、マジ
まずいね。これは俺が調子乗りすぎたわ。あ、やばっ。いや、テラスターするべきか。あ、カズサブさん、ライブいいね。ありがとうございます。一試合目か、俺やら、あー、キモいね。ダストパックか。いや、ダストパックね。いやー、ダストパックか。お、包みか。包みは別にいいんちゃうか。優勢軍。いや、多分マジカル社員だと思うんだよな。今、いるやつで考えたら。あ、はい、ランクマス、これ。ランクマです。はい。で、レンタルパーティーです。はい。前シーズン最終5位の方のレンタルパーティーを使ってます。はい。お、ライブいいね、1700。早いですね。ありがとうございます。そして、てっちゃん、ハートミ。ありがとうございます。頑張ります。さあ、素直に行けばグラスだ。素直に行けばグラスだ。で、多分ね、こいつメガネなんですよね。山グラスだか。ああ、さすがにコライトマックスか。ああ、コライトじゃねえ、ミライトマックスか。ナム、頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。次の目標は、100以内っす。はい。いや、やっぱ3桁切れればさ、でかくないっすか？ぶっちゃけ、4桁切るっていうのは、なんだろう。めちゃくちゃ頑張れば、誰でもいけると思うんですよ。なので、まず、4桁台というか、5桁切るのはマジで誰でもいけると思うし、4桁切るのも、結構、やれば、なんか、誰でもできるのかなって気がするんですけど、3桁切るのってもうやばくないですか？マジでそれに関しては、ね、本当にすごいと思う。実際多分自分言ったら自分でもすげえなーって思うと思うんですけど、今は、まあ、いるよね、ぐらいの感覚なんですよ。オーバーヒート！ヒート、あ、ダストパックあるかってこと？あー、そういうこと。これはなんか相手のパーティーボコボコにされたな。お、ツッキーさん、ハートミ、ありがとうございます。さあ、これはきしょいな。いや、ここから勝つのはきつそうだけどな。まあ、少なくとも相手これ引いてくると思うんで、いや、引いてくるよな。引いてくると思うんで、電磁波から入ります。引いてこなかったら負けっす。まあ、シンプルにミライドン切るってことはあるだろうけど。いや、か、もしくはテラスターとか来てくればでかいんですけどね。あ、オッケー、引っ込めた。多分、包みじゃない。うわー、キモいな。これは負けだ。カバーは負けだわ。いや、マジか。いや、これは、まず、初手から調子乗った俺が悪かったわ。間違いなく。てか、いや、そうだね。いや、そこだわ。絶対そこ。初手のコライドンでちゃんと丁寧に、え、初手のコライドンで、いや、初手のコライドンで優勢軍殴ってくるってことは、突っ張って照らしたのか、正解か。そこっすね。初手からだわ。いやー、これはパーティー悪くない。なんか、レンタルパス買って負けたらちょっと申し訳ない気持ちになるんですよね。あ、いや、これ、うん、いや、そうっす。これはさすがに初回の甘えっす。いやー、けどね、コライドン、どうしよう、今月コライドンありなんすよね。もう、1ヶ月目は白バドだし、2ヶ月目は黒バドあったんで、今回はもうバドデックスはもういいんですよ。コライドンかミライドンか、海洋画かな、どうしようとかですね。まず使ったことないところ行きたいっすね。誰行こうかね。けどね、構築記事ね、軽く目通したら意外とルギアがいるんですよね。けどまあ、ルギア使いこなせるかって言ったらちょっと怪しいし、そんな使いたいと思わないんで、ルギアは使わないんですけど、相手のアチゲータ。マジか。サクさん対戦の方、お願いいたします。アチゲータに負けたらちょっとさすがに来ない。お、ランキング上がる？うわ、でかっ。うん、まあ別に、付き始めだからどうでもいいけど。
なんか勝ちました。はい、限界の3000いいねした。ありがとうございます。そしてお疲れ様です。いや、まあアチゲーターとちょっと戦いたい気持ちはあったけど、まあもう相手が逃げるのであれば問題ないっす。はい、司さん対戦の方お願いいたします。さあ、ルナーラっすね。最近意外とルナーラ増えてきたっすよね。で、元トカゲが気になる。てか、初代元トカゲじゃねえの？違う？怪しいよな。まあ、これはコライドンから多分行っていいんで、コライドンから入って、ルナーラはな、ぶっちゃけ多分どっちでもいいんだよな。グライドンでもゴリランダーでも。毒とか考えたらグライアの方取りいいか。てかぶっちゃけこうでいいか。そうっすね、ぶっちゃけこれでいいような気がするんで、これでいきます。はい、月始めはいろんなポケモンいて楽しい。いや、そうなんですよね。まあ、けど来月は、来月そうか、うん、来月からの新ルールは絶対楽しいんで、めちゃくちゃもうね、そこの準備もね、ちょっと今月からしていきたいと思ってるんですよ。お、海飛竜さんフォローありがとうございます。海竜は多分今月も使います。はい。先月使った、隠密マンと海竜が死ぬほど強かったんで、今シーズンも使いそうだな。今シーズン、今月も。レギュレーション、あ、そうっす。レギュレーション H がやばすぎると思っているので、まあ、期待しすぎて、あのね、実際そう、大したことなかったらあれなんですけど、まあ、少なくとも、海竜とかガチグマ強い強いってなるとは思うんですけど、今よりか、インフレはしてないんで、多分楽しいとは思います。はい。パラドックス伝説順で、あ、そうす、が禁止なので、普通に伝説もいないし、ハバカミもいないし、パオジアン、ディンヌ、ウーラオス、ランドロスとか、そこら辺もいないんで、結構ね、活躍できるポケモンがいっぱいいるんじゃないかなって気がしています。はい。いや、これはニトチャでいいと思うけどな。スケショ買わせるやついるか？いないよな。あ、いや、今日こいつは、あれか、フェアリーテラスしてきたらめんどくさいか。ニトチャかな。さあ、どうだ？いや、全然スカーフルナーラとかがいるんで、ここちゃんと丁寧に手厚さしていかないと危ないんですよね。まあ、1回目なんで、裏に引いてもよかったんですけど。さあ、どうだ。え、けど相手に、いや、けど手厚さ、切ってこなかった。しかもスカーフじゃないし、これ間違えば、落ちてたよな。スケーショーで。落ちないかな。あ、けどニート、アップの、ほっ、バグ強いじゃん。まあ、これは多分、スケショーでいいと思うので。あ、オッケー、引いた。誰来る？本当に一般ポケモンしか使えないの普通に楽しみ。いや、そうなんですよ。マジで。この間の配信でも喋ったんですけど、普通に今まで、テラスターのおかげで活躍できるはずだったポケモンたちが、ハバカミとかパオジアンのせいで息ができなかったと思うんですよね。で、そんな中、ね、普通に伝説ポケモンたち、なんなの、ハバカミたちいなくなるのもでかいし、そのハバカミたちがいなかった月始めというか、SV が出て最初の方は良かったんですけど、その、追加コンテンツから参加した旧ポケモンたちは、もう、ワンチャンテラスタルで輝けた可能性はあるけど、その頃にはもうパオジアンとか、なんならガチグマたちが現れ始めて、活躍できなかったと思うんですよ。ってなれば、そいつらがね、なんか後から活躍できる可能性あんのかなっていう気がしますね。例えばラグナーチとかも、ね、普通に出てくる可能性はあるだろうし、で、昔めちゃくちゃ出てたサーフゴとかも、帰ってくると思うんですよね。うん。けど本当に懸念点が一つあるとすれば、今でもバチクソめんどくさいラッシャーをどうやって倒すのかっていう、本当にめんどくさくなりそうな気がするんで、ちょっとね、その対策だけはしっかりしていきたいと思います。はい。さあ、カイノか、カイ
んだけど、カイのこっちに打点あっても冷凍パンチ系じゃねえの。あ、まあ、ドレインパンチもあるか、一応。いやー、まあ、一回はたくか。いや、てか普通にドラータでいいか。ドラータでいいや。あ、そう、S ライン下がるのはでかい。無理してそこまでいかなくていいし、本来、意外と高いとされていた、ゲンガーとかが活躍できる可能性出てきたし、スカーフ、シャンデラとかも意外と無双できそうな気もするんすよね。さあ、どうしよう。いや、相手次なんか普通に殴ってきそうな気がするな。どうしよっかな。トラータかな、けど。トラータするか。俺のルチャブル火を吹くな。いや、まあ、あ、けど、どうなんだろう、きついかな。そんなに、おぉ、マジ、そんなに、けど、いや、まあ、ルチャブル、ルチャブルはいけんのかな。未来のいなくなったルチャブル、まあ、ゼロではないかもしれない。あ、けど、ゼロではないな。うん。ゼロではないわ。あー、こっからだね。こっから相手のパーティーに、けど、スカーフいたか、スカーフじゃねえや、先制技いないよな。あ、まあ、悪者ぐらいか。で、誰もこれ多分、いやー、フェアリーテスいるのかな。けど、このパーティーのコンセプトとはずれてくるけど、最悪これグライオンでこいつも削っちゃって、あとはもう3盾にかける方が可能性あるんじゃねえか。出す方ミスったな。いけます。スケショに、いったんスケショから入ります。あ、引っ込めた、引っ込めた、ママンボウか。あー、どうだ、きついかな。スケショ2発で落ちないか。34555。いや、ダメなのこれ、さっき外したんだったら、まず1回でぐらいちょっとちゃんと当てろよ、お前。これさ、防御下がった状態だとさ、いや、これぐらいあれば足りるな。で、これ、急いで倒す必要がないので、剣前です。OK。で、カイナが参上。待って、カイナってフェアリーテラスいるのかな。カイナテラスターズするって言ったらダメだ。水テラとか、水テラ、いやー、どうだ、フェアリーテラスかな。フェアリーテラスかな。いやけどさ、ニトちゃんはさ、そのママンボーバックでさ、多分あいつごつめ臭いから踏むのとか嫌だ。いや、ソフィアに行ったらいるよな。いやー、けどスケショめっちゃ打ちたいよね。待って、ちょっと使用率見るか。あ、いや 10%。 いやー、まあかけるか、かけよう、頼む。オッケー、よし。あー、でかい。責任は取らない。いや、まあそうです、大丈夫です。最終決定はお礼がしてるんで、全責任俺です。はい、そこに関しては大丈夫です。あ、そうそう、ニトチャを押してもだから何って感じはするから、これはもうかけるしかないと。けど防御が2段階下がってるから、いや、こいつはもうフェアリーキャス危ないんで、さすがにニトチャから入るんですけど。いやー、うまい。うまいよ、それは、それはうまいよ。待って、ゴツメやだな、意見ゴツメだよな。いや、それはうめえわ。ゴツメじゃない、いやだよね、これだって悪事で落ちるっしょ。いや、悪事で落ちるな。だってさ、今防御2段階下がってるでしょ。お前じゃねえや、こっちだわ。いやだよね、いやー、絶対悪事あるもんな。いや、これはうめえ、うめえ。だって相手の100の狙いこれだもん、どう考えても。うめえな。
絶対悪女来るから、いやもうこれしかないと思う、ぶっちゃけ。かもしくはフェアリーテラスも持ってる可能性は全然ママンボウあるんで、多分これが一番安牌だと思うな。さあどうだ。いやクイックターンかよ、クイックターンかよ。待って、ハッタリに負けたな。いやーマジか。いけどとりあえず一応これもグライオンが HD なんで、まあとりあえずヒデリをねもう一回リセットできると思えばいいか。でとりあえずドクドクでいいよな。ドクドク、さあどうだ。素早さ分かってそうな気がするけど分かってないかな。けど別にこの対面はきつくはないんですよ。まあグライオンいれば多分マンボウもそんなにそんなになんで、別にそこまでビビる必要はないとは思ってるんですけど。さあどうだ。あ、オッケー。これは多分メガネでも耐えんじゃない？ HD に振ってれば、さすがに。危ない！当てろよ！ OK！ あ、ルナーラ結構強いっすよ。特性があれ、海竜みたいな感じなんで、HP 満タンの時に必ず半減なんで、結構いるし、しかも、こいつも海竜と一緒で外役系なのか、それとも別のやつなのかちょっとわかんない部分がある。結構キモいっすよ。スカーフのやつも最近いるし。けどこのシャドウレイン入りすぎなような気もするけど、こんなもんなのか。どうしよう。どうしよう。これ、一回引いて、一回引いて、コライドン切って、あーけど一緒か。いや一緒だなー。いやけど、いやコライドン切るか。いや確かに、いや2連守るはあれだと思う。あ、そう、肩がちょいちょいうざいんですよ、ルナーラは。本当にルナーラもキモい。いやけどルナーラよりかルギアの方がキモい。本当にあいつキモい。さすがにもうちょい正々堂々来てほしい。無限ダイナもね結構あいつも立ち悪いんですよ。あ、けど、あ、今月アタッカー無限ダイナもちょっとありだなと思ってるんですよ。あ、ルギアマの特性が怪獣と一緒なんで、そういう系はやっぱり強いですよ。どうやってもほぼ最低限1回の行動保証があるって考えれば。いやー、どうだ。まあ素直にいけばここ守るでいいんですけど、いや守るでいくか。あ、引っ込めた。まあこれは一旦回復もらったと思えばでかくて、これもう一回守るでいいな。少なくとも相手これ、あ、まあ願い事があるか、可能性とすれば。願い事あるか、願い事あるか。どうしよう。あ、オッケー、できました。頼む、願い事来い。願い事、願い事、頼む頼む、願い事。オッケー、よし、これは多分結構でかい。こうすれば多分相手は結構きつめだと思うな。ここで引いてきたとしてもあれだし、もし食いたんで引こうもんなら引けないんで、普通にでかくて、まあ多分さすがにちゃんと素で引いてくると思う。あ、けど自信が怖いか。いや、まあまあとりあえずだね。どうする。さあ
けどこれ身代わりに笑えたら結構ほぼ負けなんで、多分ここ守るしかこっちは選択肢としてはないとは思うけど、多分さすがにグダイオンの自信で相手のレナーラ残り毒込みでどうなんだろう、無理そうだけどな。普通に、いや多分普通に引っ込むのが正解だし、多分そんなにむず、おガチ、え、いやそれは普通にでかいんだ。まあ自信を嫌ったのか。いやこれはでかいっす、これは普通にでかくて、次だってこっち毒毒でいいんで、あー今日どうしよう、あー今日毒毒でいいな。ここ食いたん来ても別にさっきの本来の感じと一緒になるんで、いやそうっすね、毒毒っす。さあどうだ、けど相手がまだテラスタを切ってないのがちょっと気がかりなんですよ。フェアリーテラスとかあったらいいんですけど、相手のママンボウが毒テラだった時ちょっときつい。さあどうだ、さあ何来る、いや TOD 多分そんな時間の余裕もないと思う。うん、そんな時間もう多分全然まだあると思うし、相手そこまでの耐久する手立てがないと思うんで、いや OK、 願い、ここの願い事だって相手結構きつくない、だってこれ多分さすがに相手トラウマだと思うから素で引いてくると思うんですよ。こっちは多分だって守るが安牌なんで、ってなればこここそ自信でいいと思いたい。いやいや、だと思うんで、俺も自信、OK でしょ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 。で、ここで、どれくらい入るか。自信毒で倒せればでかい。やお、いけ、いや、いけるかな、頼む、いけ、お前、見せてやる。おい、いっとるこれ、どっちが先、毒と願い事どっち先。なんでだよ、毒だの先は、おかしいって。いや、こないどんは、ちょっとお亡くなりになりました。はい。だけど守るがアンパイか、別にビビることはねえ。いやマジか、選択肢は合ってたね、けど相手としては多分結構これ嫌で、あとは変に TOD に持って帰れないようにやるしかない。相手ここ食いたんっぽいんだよな、守るから入ります。さあどうだ、相手だってわざわざ願い事する必要ねえもんな。さあ、あ、願い事かよ、きれいな。これは伝説の2連守るとか決めに行くしかないもんな。結局ここ自信打って食いたんやったら元も子もないんで、2連守るの決めるだけっすね、簡単です、最高です、こういうことです。はい、願い事って PP なん ?8? これも回復系だから。ってなればもうこいつ4回ぐらい打ってるでしょ今。願い事。できるだけ即決していかないときついっすね。いやー、ここ、あーなんか4までそうだけど自信から入るか。相手願い事か開ければいい。頼む、願い事、あー、オッケー、よしよしよし。え、願い事 PP20 もあんの、ダメだ、いや、おかしくね、思ったが、それは、ダメだと思います。普通にダメでしょ、やってること。まずい。非常にまずい。どうしよう。交代。クイックターン。自信、いやー、ガチかー、待って、いやさっきのだな、問題はあいこいつの毒先にやってよ、てかさっきより自信入ってね。いやー、まずいね、
ガチかガチか、いや勝てたなけど、これを長時間やっていいんだったら勝てたわ。いやこのパーティー、いやこのパーティー使うの難しいんだね。パーティー自体はね間違いなく強いんで、あとは使いこなすだけっすね。いやこれ自信、たまには俺急所見てえな。いや無理だな。そうっすね、どうやっても無理だもんな。おお、あー今日次どうせまんまバックで負けたもんな。あれ無理だな。HP 全然あったもん。いやまあまあ硬かったね。いやこれ結構早い段階でこっちはゴリランダー倒されちゃったのが問題だったかもしれない。結局ゴリランダーさえ残ってればなんとかなったってなれば、鉄のカイナに引けるやつがコライドンしかいなかったから、コライドンの HP をもうちょっとちゃんと確保してあげるべきだったかもしれない。いやーママンかてえな。いやーこれーもう俺のせいっすね。いや相手丁寧だな。いやーけどね、ママンボは許せる、ママンボは許せる、ラッシャーは許せん、あいつはダメ。いやー負けっすねこれは。いやーけどなー、スケショコライドンか。けどスケショコライドン今月じゃあ使うかって言ったら多分使わないんですよね。いやコライドンな、コライドンもなんかもう肩が結構出まくってそうだからね。いやそう、ママン使うの、いやまあ確かにむずいのはそうだ、むずいのはそうだ。いやてか俺本来今てか勝てたね、あのスケショとかの時に悪人ビビって変に引いちゃったから負けたんだわ。そこさえなかったらだって勝てたもん。でなれば俺が本当に本当に悪い、パーティーに申し訳ないわ。いやまあまあまあまだつき始めてよかった本当に。さあ、いやーどうかね、ない今月はな。けど今月伝説環境がね最後なんでね、使ったことないの行きたいっすよねやっぱり。ってなればな、けど今のところなんかちょっと楽しそうなのが、あのパワフルハーブ無限ダイナ、あれ結構ありなんですよね。あ、GG ありがとうございます。いやー楽しそうだよなあれ。他にはだってなんかパッと今使いたいなっていう伝説がいないんですよね。海王がちょっとあれですけど、あ、あとアタッカールナーラありっすよね。いや日食、日食ネクロズマありだね。あ、ウタさん対戦の方お願いします。相手日食ネクロズマ、いやいいな日食ネクロズマ。ビジュアルとかね性能込みで好きなんですけど、これをどうやって対処するか、対処するかっていうかこっちがパッパと1体倒さなきゃいけないんだ。なのでコライドンで、コライドンで時間稼ぎのプロで、ハバカミかな、どうしよう。ネクロズマが上がりきっちゃったらマジめんどくさいんですよね。いやーどうしよう。アシレーヌ、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 いや今日アシレーヌの方仕事しそうだな。これでいきます。お、アクアさんフォローありがとうございます。エレキシードヌオーに可能性を感じる。エレキシードヌオー、おー、どうなる、どうじゃなくてヌオーなんですね。エレキシードヌオー、おー、どう
うだろう、考えたこと分かったんだよ。じゃあスバドネックス、いや絶対ないっすよ、あんなあのゴミみたいな、さすがにね、あれだから弱歩ばっかで嫌いだわ、ニジェク。ああ、弱歩がやっぱり多いか。まあ、特性と合ってるもんな。いやー、これどうしよう。電磁波くるんだったらグライオンだし、ね、ドラゴン、あ、危ない危ない危ない。ドラゴンアローで殴ってくるんだったらアシレンだし、鬼火くるんだったら炎手足したいし、みたいな。けど多分、いやー、けど相手これ、やけどきついと思うんだよな。打てなくない？コライドンに。一回足でバックするか。いや、壁張りか。壁張りがあんばいか、相手。サドだ。いや、電磁波か！グライオンが正解か。三択外したな。いや、まあまあまあ、足への、いや、まあいいか。しゃあない。まあ、とりあえず、どうしよう。まあ、引いてきそうな気がするからな。引いてきそうな気がするんで、あ、リフレック一回貼るか。オーケー、壁、リフレック。どうしよう、相手アンコールするか。アンコールクリタンとかでいいか。そうっすね、それでいこう。呪い？あ、でかい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 。動いてね。OK。で、次のターン、相手呪い打てないから交代してくるから、ここ次クイックターンでいいもん。レギュエイチで活躍。いや、ドラパート、いや、すると思いますよ。だって、素早さが一気にね、下がった瞬間、こいつ、バチクソ早いだけのドラゴンタイプですか。やばいでしょ、普通に。しかも専用技も強いし、とりあえずこれ食いたんすね。さあ誰か来る。ここでブリジアスが来たらマジキモいんだよな。あー、オッケー、ガッポンね。動けよ、マジで動けよ。頼むよ頼むよ、動けよ。オッケー、よし、カムキ。でライドンかなぁ。いや、今日裏にブリジャースいるのかなぁ。こっちがスケショってバレてればいそうだよなぁ。いやー、どうだ。いや、今日ネクロスも外してまでいるか。いや、今日日本バレがこれで終わっちゃうんで。いや、まあ、剣舞積んでもいいんすけどね。けど、ここの、素早さ植えといてるうちに、素早さ上げたいから、ニト茶剣舞かな、どうしよう。スケショはな、ブリが怖いからな。一回これから入るわ。さあ、誰来る？ドラパか？あー、オッケー。これはでかいっすね。とりあえずこれで突っ張ってのだな。え、けどこれマジで V ジャスきつそうだな。 V ジャス、今いる V ジャスもほとんど持久力だと思うんですよね。多分持久力だよな。さあこれでとりあえず長く、意外と入ったな、意外と入った。ニトチャだよな。どうやってもニトチャだよな。相手の攻撃技が多分電磁波壁2枚たたり目とかじゃない、多分違うかな。でないば挑発剣舞できないかな。いやー、倒しに行くか。日ネク来たら、これ一回足で投げて、アンコールしちゃえば、相手うまいこと動けないと思うんだよ。
結局積まなきゃ日ネクなんて多分そんなに大したことないんで。さあ誰くん、いやブリジアスはガチきつい。あーオッケーオッケー、ネクオズマね、オッケーとなれば、まあ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 、まあ、とりあえずとりあえず、いやまあここで挑発研磨やり合ってもいいけど、回復手段が相手にはあるから、かもしくはグダイオン引き、相手は怖いだってテラスターは絶対切ってくるんで。いや足でだな、足でだ、これが安牌だわ。さあ誰か来るか、いやまあ、いや多分テラスターをして、あしまっ、しないんだ。ああ、まああれか、あれ用か、弱歩用か、これで、これは多分もうアンコールしちゃっていいんで、フォトンゲイザー、これは耐えるよね。おっぶな、動けよ、 OK、 とりあえずとりあえず、でどうしよう、食らって終わるかな。あ、今日 TOD とか考えたらあれだな。ほとげ、あーやけどな、あーやけど、これ結構きついな、ミスったな、傷しかねえな、これは壁から入ってればもうちょい変わったか、てかマヒラス動いて足でのは優秀だった。さあどうしよう、どっちから入るか、いやこいつだよな、どう考えても、けど多分素早さ負けてそうな気がするんですよね。どうしよう、いや、これにかけるか。上取ってないかな、無理かな。いや、無理かな。取っててほしいな。取ってればワンチャンある。あ、でしょ、テラスターはそうだもんね。怖いもんね、さすがに。いやー、どうしよう。お、え、待って、上取ってて、マジでマジでお願い、マジでお願い頼む。なあ待って、これ確認か、行くか、さすがに、あ、山終わったな、これは、これ当たって、もう次、いやまずったな、いやこれだってもうグライオンで勝てないもんな、グライオンが次耐え、やむいだ、耐えないもんな。いやー、これ、やー、待って、うわ。勝てないなー、これ。裏でやってる時の方が調子よかった。まずい。あ、ルナーさん、ハートミー、ありがとうございます。まずいな。今日、唯一勝ったの、ただの切断でたまたま勝ったやつしかないぞ、これ。いや使うの下手くそだなこれ。さあ、うわ、勝敗差なくなっちゃったよ、おい。いやー、グライオンたち使うの難しいっすね。さあ相手ミライドンか、ミライドンか、ミライドンはまあゴリラか、まあ、ゴリラ。今日相手ゴリラから食うの読んで、なんかガポンかパオジアンから食うのがアンパイだと思うけどな。どうだろう。アンパイのミライドンから食うか、誰から入ろう。いや、コライドンか。
こうだ。グーだ。いやー、まあどうしよう。いや、ブラッキーが気になるな。いや、初手パー起きそうなんだよな。いや、初手パー起きたらテラスターを切るか、それとも初手からコライドンで殴り合うか。いや、そっちだな。初手からコライドンで殴り合う方がいいや。伝説信じよ。さあ、こっからですね。多分相手は、いや、ブラッキーちょっと来そうな気もするけど、誰から来るかな。ミライドンかパオかガポンあたり、てか3体、その3体来そうだけどね。さあ誰か来る。誰だお前。あ、ディンルーか。いや、まあ別にそんなに嬉しくはないけど、ディンルーから来るんだったらマジゴディラが良かった。うん、あ、けどとりあえずグライオンでいいんじゃない。これちょっと殴り合うのはもったいないような気がするんですよね。あ、それとも一回挑発から入るか。待って、フェアディーテラバーあるか。そうだ、こいつフェアディーテラバー持ってるんだ。いや、怖いからグライオンに引こう。普通に自分で使ってたか分かるわ。フェアリーテラバーをいきなり打ってくるって場合もあるので、ね、ちょっとめんどくさいんですよねこいつ。さあどうだ。なんだよ、おもんねえなお前。いや、まあ別にいいけどこれは。まあとりあえずドクドクでいいと思うけど、ドクドクでいいよな。こいつはドクテラスしてきたら、まあテラスター切ってくれたと思っていいや。誰来る？ああ、ガポンか。ガポンはいいっすね。けどひねりのせいでちょっと火力アップしてるのは気に食わないんですけど、 OK。 うーん、次っすね。守りが入っていいかな。一回守ってで、コライドン式とかでいいと思うんだよな。違うかな。研磨されたらやだな。さすがに殴ってくるよな。いやー、どっちだ。いやー、守ろう。頼む、殴って。頼む。いやー、キモいな。いやー、マジか。まずい。非常にまずい。どうしよう。いや、コライドンバックだな。コライドンバックです、これは。TOD 狙うんだったら、一体もう削られるのキモいわ。さあどうだ。え、多分さすがに飛びはしないと思うんで大丈夫だと思いたい。あー、オッケー。ウッドホーはでかーでかい。え、これさ、スケショで落ちないかな。飛びそう。いや、今日スケショで落ちなかった時きついか。いや、落ちるだろさすがに。いや、さすがに、いや、さすがに落とせ、お前。ほっ！お？え？お前、スペース負けてんの？え？あれ？え？お前！お前！あー、見てなかったー。ひゃ、あー、終わったくね？ここから勝てるか？ここから勝てるか？てか、
お前そんな遅かったんだ。え、マジ？いや、炎手スキルばよかったの。いや、まあ、け、いや、け、いや、結果論じゃねえの、炎手スキルべきだと。いやー、これはだってもう二連魔物決めるしかないんじゃない。いや、これはわけわからん。殴ってきてよかったじゃん、お前。え、まあけどここ、ああ二連魔物決めればいける。二連魔物決めればいける。来てる。頼むよ。 30% でしょ。 30% ぐらい引けよ、お前。もしくはウッドホーンの回復量を減らすために鋼手厚か。いや、今日そこまでしたら次勝てなくなるか。いや、今日ゼロではないな、可能性。いや、ゼロだな。いや、二連魔物決めれば問題ないわ。頼むよ、お願い。なあ、お前じゃあ、あ、いや、ダメだよ、お前。いや、まあ、いや、俺悪いけどさ。いや、俺悪いけど。待って、このパーティーこんな難かったっけ。いやー、まずった。非常にまずった。草4分の1でしょ。グラスラで落ちてんもんな、当然。いやー、マジかー。久しぶりに負け越したな、これ。やばい。このパーティーが弱いみたいに見えるかもしれん。それはまずい。ショコライド、いや、まあ、パーティー自体が難しいのか、これ。ラッシャーとか連れてくる。いや、ラッシャー連れてきてもか。結局型破りあるからきついもんな。いやー、これはテラスタルが正解でしたね。あ、ハバカミとか連れてきてあげればもちろん楽だったか。いや、ディンドゥもいたもんな。まあ、サイクル回せた話か。ディンドゥ来たら、足でとか投げる。まあ、今回で言えばグライオンとかでよかったのか。いやー、待って、一生もできてないのはさすがにまずいよな。さあ、タロンさん対戦の方、お願いいたします。さあ、白バド。いや、ここでいきなりね、こういうのくんのちょっと苦手なんですよね。白バドは何が正解だ。白バドってラッシャー倒せんのかな。いや、電気テラスどれくらい入るか問題か。エルフーンさ、ゴリランダーしか見れなくね。ってなれば、ガチきついよな、これ。まあ、コライドンから入るのがアンパイか。コライド。神。いや、神か。神、コーナー。ミコラ。いやー、ゴリランダー連れてかないとエルフォンきついよな。けどゴリランダーの通りがいいかって言ったらちょっと怪しい部分もあるんだよな。いやー、どうしよう。いや、ゴリラ連れてこう。じゃないときついもんな、エルフォンが。さあ、とりあえず一回勝ちたい。さあ、誰か来る。ガチクマはまあまあ、そんなにめちゃくちゃ悪いわけでもないか。いや、まあゴリラに引いてもいいな。いや、ゴリラに引いてもいいけど、いや、まだ引かなくていいわ。ムーンホースでいいや。ムーンホー下げろ。
や、避けねえか。ブラム真空箱ないかな。さすがに来ないか、無理かな。ゴリラ、いや、ただの真空派、真空派、さすがに素直に生きてほしい。あ、オッケーオッケー、よーしよしよし。で、ここで相手がなテラスタで嫌って交代してくる、テラスタじゃねえや、草尾崎だって交代してくるか、テラスタを切ってほしいな。はたきかな、はたきかトンボだな。いや、トンボだな。トンボで行こう、トンボで行こう。あ、今日居座った時トンボきついか。そしたら髪切ればいいか。そうっすね、そうしよう。帰ろう帰ろう、逃げろ逃げろ。なんで手を合わせた時ってんだよお前。あ、タラタラしてんじゃねえよ、さんフォローありがとうございます。いやー、マジか。ロマツヤか、髪切りだこれは。え、けど待てよ、これ切ってくれたってことはコライドンのこの技、待って、てか待って、あれ相手伝説2体いる。相手伝説2体いる。あれギラティナいなかった。あれギラティナいたよな。ギラティナいたよ。あれバドレックスじゃない、もしかしたら。ブリザポスか、もしかして。どっちだ。もうとりあえずここはコライドンでいいと思うんですけど。あれ待てよ、てっきり勘違いしてた。あ、ブリザボスだあいつ。うーわ、キモ、あいつ騙しやがった。どうしようこれ、スケショかな、ニトチャかな。いや、スケショだな、スケショだけどな。エルフンが怖いけどスケショ打つか。オッケー、頼む頼む頼む、飛ばせよお前、ちゃんと4発できるよな、倒せよそれお前。 OK、 いや、ブリザボスだったっすね、気づいてよかった。まだ間に合う。いやけどエルフーンがいなかったら勝ちだと思っている。エルフーンがいれば非常にまずい、まずくはないけどめんどくさい。もいるよな、そしたらもうゴリラなんだよ。それはもう引くしかねえんだよ、これはもう。いやー、ガチか。え、交代読みでアンコールじゃないのは相手が怖いからね、さすがに。それはさすがにアンコールだと思う。マジで言ってる、ガチ。いや、もうそしたらこっちトンボ返りするしかないもんな。いやいや待てよ、いや、こういうのって意外と単数多分稼いでる方が相手嫌なんで。はたきっす、はい、オッケー、誰来る、ギラキナか、ブリザポスか。いるんかいお前、いるのかい。あ、直帰か、直帰か。待って、いや、いんのこいつ、どうしよう。いやー待って、ブリザポス持ってさ、相手倒せば1段階アップするっけ。ブリ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 は、いやー、アップするな、厄介だな、非常に厄介。今日これ素早さ今負けてるから、もう最悪テラスタで切っちゃってトンボで帰るっていう。だけどそしたら耐えないもんな。いや、ゴリラにかけるか、
ちょっとお前耐えてくんね。いや、無理かな、無理だな。おぉ、でかすぎる、お前よく耐えた。激アツすぎる、それは。だってこれもうさ、待って、ひねり状態、お前もう終わるとか言わないでね。もうちょっと空気読んでね。これだって、だって、だって。待って、ひねり状態が今いくらだ。一旦ね。なので、これ一発、殴っちゃって。殴ってゴリラ引いてとかでいいと思うけどな。あ、今日素早さ振ってないか、素早さエルフに負けてんのかな、根本的に。で、相手はこれテラスター読みで多分10万馬力とかから入ってくるとは思うんすけど、さすがに10万馬力で負けるようなコダイドンじゃないんで、OK、意外と入った。で、これでどれくらい入るか。え、てか飛ぶと思うけどな、さすがに。頼む。OK。ホッカーっすね。え、てかこれ引かなくていいな。いや、引かなくていいわ。相手耐えないんで、あとは、シンプルにこっちの攻撃一回耐えるだけっていう。そっちにかけるしかない。相手の攻撃を残ってだってもう、ムーンホースとエナジーボールくらいじゃない？多分。頼むよ。そーん。オッケー。やっと一回勝てた。やっと一回勝てた。いやー、よかった。非常に良かった。お、ハゲタコさん、ライブいいね。ありがとうございます。そして、シャダブダみたいな感じの人、ライブいいね。ありがとうございます。さあ、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 さあ。気楽にやるとか言ってね、なんか、切羽詰まってやってますね。いや、結局ね、勝負事だからこういうのやっちゃえばな、わーわー喋っちゃうんだよな。あ、ハゲタコさん、そういえば、3桁おめでとうございます。ありがとうございます。無事、行きました。そしてですね、いろんな人にはもう喋ってるんですけど、次の目標が3桁切ります。はい。100位以内目指していきたいと思います。なので、応援、そしてアドバイス、お願いいたします。まあ、本命としては、レギュH からやろうとは思ってるんですけど、今月ね、もがきゅうだけもがいてみたいと思います。はい。もしかするとね、めちゃくちゃ運よくポンポンポンっていくかもしれないんで、とりあえずっすね。まあ何のパーティー使うかによってね、意外と勝てそうな気がするんですけどね。さあ、ハズさん対戦の方、お願いいたします。さあ、バードデックスは、ぶっちゃけゴリラとかでなんとかなるんでいいんですけど、ゴリラの天敵、ガポンとハスタム。そして、このご時世に使われている、なぜかわからないが、ラフレシア。ラフレシア？あいつはやばくねえか。まあ、少なくとも初手から来ることはないと思っているので、初手多分ガポンだと思うんだよな。ガポンかハッサムか。とかだと思うので、ガポンかな。あ、違うな。初手ラグラージュ来て、裏にハッサムか、ラフレシアかガポンを用意しとくパターンが安牌だと思うので、とりあえずゴリラから入ってトンボしよっか。で、いやー、足で、いや、ぶっちゃけグライオン連れてきたいけどハスタムで潰れる、それが嫌だ。あ、てか来月からのレギュエイチになったらハスタムいなくなりそうっすよね。あいつの一番の仕事のハバカミとあとパオジアンがいなくなっちゃったから、無理してあいつ使う必要ないっすよね。オッケー、ラグラージから来た。多分裏にちゃんと引くやついるんで、クイックターンもしないだろ、お前どうせ。どうせ素でね、裏くんに多分ポン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 バックしてくんで、ぶっちゃけハスタム来る分には、はたきからでいいんですけど、ガポンに対してね、はたきやっちゃったらもう詰むんで、なので、とりあえずトンボでバイバイ金ですね。はい。OK、さあ、当たってくる？いや、ここまで来たらガポンがいいな。誰だ、お前。あ、ラフレシオか、これ。あ、ハッサムか。いや、決めえな。じゃあ、トンボだった。トンボじゃねえな。はたきだったわ。あ、ゴツメじゃない。ゴツメじゃないのか。足入れ。いや、これライトンだな、さすがに。
で、古代イドンで、どうしよう。古代イドンで、誰から来る？どうしよう。ほの手な剣舞とかでいいか、とりあえず。そうっすね。これが安牌だもん。オッケー、引っ込めた。さすがに多分ラグダージだと思うので。オッケー、ラグダージっすね。ってなれば次、スケショーでいいんじゃない？ラグダージが手出したら何してくるかわかんないですけど。けど、ラグダージを手出したのは、ぶっちゃけ、炎とか草とか、じゃないの。草技さすがに半減したいと思うから、フェアリーテラスとかあんのかな。フェアリーテラスとかあるかな。どうしよう。けど、まあ、どう考えてもスケショ打つしかないもんな。スケショが安牌だよな。ラグダージ使用率89位。1位テラスタの鋼か。今日鋼切れないからお前。オッケー、倒す。ああ、でかいっすね。待って、オモンか。あ、オモンか。頼む、5回当てろ。5回当てろ。お前が5回当てるか当てないから、マジ話変わるから。頼むよ。頼むよ。頼むよ。あと1回。な！何来る？地震か？地震？いや、地震。いや、今日地震はグラスフィールドで半減だもん。あくびはキモい。あくびはキモい。あくびは違う。それはやめてほしかった。本当にやめてほしかった。いや、ゴリラ。いや、ゴリラが削られたらキモいんで、足レンズですね。いや、相手は多分これクイタンだと思うけどな。あ、今日クイタンでも一緒か。違うもんな。あ、オッケー。あくびれんだね。じゃあ、こっちクイタンでいいもんな。ラクダーチの方早いかな？それだと一緒くらいか？魔物あるかな？あ、オッケーオッケー。倒せ。ああ、いや、硬いな。まあ、とりあえずコライドンだな。さあ、いや、ここだな。何来る？さすがにあくびか？あー、オッケー。うわ、でかいっすね。けど、あ、日差し戻っちゃったのはちょっとキモい。これ戻ったのはちょっとキモいな。いや、今日倒しちゃうか。いやー、倒すか。スケショで倒した時のデメリットはそんなないな。頼む、外すなよ。 OK。 とりあえずとりあえず急所当てるのはさっきやったよ、マジで。さあ、誰来る。仮にバドレックス来てもね、スケショで殴ってそっからね、最悪グラスだとかなんとかできるんで。ここでハッサムが来る。ハッサム来るんだったら、これ一回引いちゃってんだよな、ぶっちゃけ。引きます。はい。もう相手の裏がもしバドレックスとかだったら、足レンズ使い道ないんで。足レンズなんでこれ魅惑のボイスなんか、ちょっと俺にはわかんないんですけど。さあ、何来る？お、テラスター来た。飛行テラスか今。水テラスか。さあ、どうだ？お、飛行テラス。多分ダブルウィングなんで。剣舞か？剣舞ダブルウィングか。あー、オッケーオッケー。ってなればこれ多分、どれくらい入るのかな？意外と入るの？こいつ、ゴリッゴリ HB だったと思うんですよ。足への。やべえな、こいつ。けど、これでもスケショ圏内なので、
まあ、とりあえずスケショで殴って終わって裏のやつと答えます。はい、さあどうだ、さすがに行ったと思うけどな。これで相手ハチマキか、もしかして入りすぎじゃないのかな。いや、これにさ、でも元の防御が低いって考えたらこんなもんか。まあ、とりあえずスケショで外すなよ。 OK。 あ、フォローありがとうございます。はい、今年中にねちょっと3000人目指してるのでよかったら応援お願いいたします。さあ、いやーでかいっすね。で、あと1体ないな、バトエックスかお前。いや、バトエックスなら多分ぶっちゃけほぼ勝ちだと思ってる。さあ誰来る、ガチグ、いやこれは勝ちだ、これは勝った勝った。ガチグマだってもうドラムアタックがバチクソ刺さるんで、とりあえずスケールショットで。意外と硬い、これで。けど何の方でも勝ちだよ。相手だってここ大地来て、あ、ブラッドムーンだ、ブラッドムーン来て次ドラムアタックで落ちるの。テラスタルだってもう切ってるもん。あれ切ってたよ、あ、いやだよね、ハストムが先切ってたから。いや多分、いやこれいったな。ああよかったー、2連勝できたー。いや落ちるよね、え、落ちるよね、さすがに。ドラムアタック頼むよ。よいしょっと、 OK。 いやーよかった、このゴリラがあの HD 特化なので攻撃に振ってないんですよ。なのでね、さっきそのせいで裏でやってる時一回負けてるんで、そこなんですよね、火力不足はちょっと怖い。いやけど、いや、いいっすね。勝て始めた。さあ、さあ、さあ、さあ。まあ、最終5位の人のパーティー使ってるんで、それで負けたら、ほぼ確で俺のせいなんで。さあ、さあ、さあ、さあ。いや、いいっすね。てか、気楽にできるランクマもいいっすね。もう先月までがもう殺伐としててね、マジね。程よい緊張、楽しかったんですけど、めちゃくちゃ使いましたね。最終日3日間ぐらいもうね、もう熱出てたんで、あ、まあ微熱なんですけど、やっぱ人って頭使いすぎれば熱出るんだと思いましたね。はい、さあ、あ、で、あと今月はね、あのちょっと今月はっていうか今月かな、箸休め程度でたまーにあのスマブラの方もやってくるので、よかったら見に来てください。はい、企画としてはルーレットで出たキャラを VIP に入れます。で、トータル最終は全 VIP 行きたいと思います。ちなみに今現時点だとパルテナとリトルマックが一応 VIP に行ってます。はい、けどぶっちゃけリトルマックはゴリ押しで勝てるし、パルテナはキャラ自体がめちゃくちゃ強いのでいけた感じなので、スマブラね、うまくないですよね。ゼッケン扱えるってかっこいいしね。もしね、全 VIP 終わったらね、そっちの方は今度、いやー、ストロークもやってみたいですけどね。けどストロークの方難しそうなんで、ちょっとハードルでかいんですけど、そういうゲームもやっていきたいと思います。はい、エモキさん対戦の方お願いいたします。じゃあシードバンド、シドバドか。シド、今度こそシドバドだもんな。シドバドは、誰から入ろう。いや、ゴリラいるから、ゴリラじゃねえ、ガオカイいるから、ゴリラちょっとキモいんだよな。いや、グライオンがアンパイか。いや、グライオンアンパイっすね。グライオン、コライドン、幅紙とかじゃない、違う、これでいきます。はい、さあどうだ、
ぶっちゃけね、もうね、マジ初手芸になる時も結構あるんでね。そこっすよね。さあ、相手ブリモン。待って、ブリモンってさ、毒も返す？毒返すか？マジックコート。毒。あ、返すんだ。返すのか。いや、返すのか。だるいな。飛ばされの技ないから、これ黙って自信打ってもいいか。自信。多分相手はトリックルームとかしたいでしょ、どうせ。あ、でしょ、OK。で、トリックルームミストバーストじゃないって考えれば、これとりあえず次身代わりから入ればなんとかなりそうな気がするけどな。ミストバーストぐらい耐えるんで、一応 HD に振ってるんで。え、そうっすね。とりあえず身代わりするか。お、引っ込めた？引っ込めんの？でこ。何来る？ブリー、ああ、バドエックか。オッケー。で、このバドが、あとは何なのか。で、多分、いやまあ今日、プリンスアートダンスだと思うけど、スララバリの可能性も全然、なきにしもあらずなので。いやまあとりあえず多分守るから入っていいと思うけどな。いや今日、剣舞読まれるかな。剣舞キモいよな。いや、守るか。守ろう。頼む。投げてこい。バトレックスもね、多分入れたい技いっぱいあるんで、剣舞のスペースないと思いたい。そんなに。あー、オッケーオッケー。オープネットは甘いね。オッケー。ってなれば、テラスタルですね。で、トリックルームね、実際に自分で使ってたかはわかるんですけど、守るとかで、無駄にターン数が消費されるのガチきついんですよ。なので、とりあえずこれで時間稼いですね。で、テラスタルはもうぶっちゃけここで切らないと、もうめんどくさくてなっちゃうんで、ここでテラスタル切って、毒入れて、守ってとかじゃない？もうこれ、鋼テラス切ったら相手の打点がもう、10万馬力しか残ってる可能性はないので、あ、インファもあるか。まあ、その時はその時です。そうっすね。とりあえずテラスタル切って、毒毒。これでいきます。だって相手ここでさ、テラスタル読みの10万馬力とかも多分さすがにきついと思うんで、多分素直にツララバリだと思うんですね。いやー、けどテラスタルここで切っちゃった時なー、後々めんどくさいのもあんだよな。タネマシンガン。ああ、水テラスか。水テラスを嫌ったわけか。これ間違えば割れないとかなんじゃないかな。パイプ不一致のタネマシンガンぐらい、もうちょっと。4回耐えないから無理かな。耐えそうだよな。頼む。耐えろ、お前。頼む。なんで5回だよ。いや、5回耐えろ。誤差みたいなもんだ、そんなの。なんで9じゃねえ。おかしいって。割れんな、そんなの許せん。いや、おかしいって、絶対おかしいって。さっき見た俺のスケショー。4回しか当たらないんだよ。しかも9章当てたの、相手残り HP も赤ゲージできました。マジ無駄。いやー、けどとりあえずこれで最低限いった。で、相手がつららばりと種マシンがあって、多分トリックルームもこいつ自体に多分採用したいと思うんで、例えば残り1個の技、多分剣舞は無理なんですよ。うん、炎テープに打点なくなっちゃうから、鋼タイプとかに。で、例えば多分素直に10万馬力かインファー、もしくは変なテラバーだと思うので、とりあえずこれ多分素直に守るでいいと思う。ここで、やっぱ剣舞来ても怖くないしな、それで言えば。OK。あ、10万馬力で一番良かったわ。インファとかより全然いい。さあ、これでとりあえず。で、これで身代わり終わっ、違う、ルーム終わったもんな。で、次こっち身代わりから入ればいいんで。ああ、どうだ？相手、いや、トリックルーム張るか、さすがに、ちゃんと。ああ、オッケー。
で、次だって、守るから入ってでいいんだよ。あ、完璧っすね、流れとしては。さあ、相手これ多分どこかで引かないともう勝てないと思うので。まあ、種マシンガンとか津田張りで身代わり割れればいいですけど、多分きついと思うんだよな。OK、さすがに引っ込めた。誰来る？おー、合算か。合算はだってこれ。まあこいつが毒テースだったらキモいか。まあその時はその時考える。毒毒入れよ。けど相手はこれ、第一だったら一生身構もので一緒なんで。まあどこかで割らなきゃいけない。あ、けど素早さ今相手の方高いのか。あ、って考えれば今守るから入るのが正解だったわ。ミスったわ。守るでトリックルームを一旦かざすべきだった。いやー、ミスったな、ミスったな。あ、まあここハイパーボスだったらどっちにしようって感じか。ハイパーボイス半分ぐらいいきそうだなこれ。あ、やばー。いや、いいなこれは。あ、弾ね、オッケー、よかった。シルクのスカーフより全然いいわ。これで毒入れて、で次守ってでいいな。瞑想、瞑想合うか。弾だろ。ブラッドムーン、ハイパーボイス、真空波、さすがに大地か。さすがに大地だよな。まあ守るでいいや。さあどうだ。けどこっちからしたら一回第一サイドの方がめんどくさいんですよね、気持ち的には。さあ何来る。月ひかとかはね、最悪負けれなくなるんでどうでもいいんですけど。あ、オッケー、ハイパーボイスね。待って、お前第一ないのか。それとも第一やる意味ないと思ってる。まあ、素直に殴った方を単数稼げていいのかな。だってこれもしね、大地来てた、大地で笑えてたらね、こっち身代わりしなきゃいけないっていう選択肢出てきて、身代わりした時にハイパーボイス来たらどうしようみたいになるから、ぶっちゃけ個人的には笑える方嫌なんだよな。まあ、とりあえずハイパーボイス。いや、急所だもん絶対それ。なんでだよ、相手ばっかり急所、ずるいってお前。絶対おかしいってお前。自信、思考回数そんな稼いでないのお前ら。いや、まあ次ここ守るでいいんでいいんですけど。いや、こいつだな。いや、真空波でこの身代わりは多分さすがに割れないと思うんで、まあいいんですけど。グライドで3立てで切っちゃうねこれ。さあどうだ。回復技なきゃいいけど。あ、オッケー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 。まあ、とりあえずとりあえずっすね。これで落ちるっていうか、オッケーオッケーオッケーで、なれば、あとは相手が勝つ手段は、なんだ、ないか。いや、多分、いや、多分これはいけると思う、もう。さすがに。さあ、ブリモンから来てくれたのはでかくて、こいつ何かできることあるっけ。まあ、一回地震か。あ、トリックルームでこいつで跳ねたんですか。地震。で、トリック。クーム来て、どうだ、ミストバーストっぽいけどな。交代してくんだったら自信から入りたいんですけど、ミストバーストで、いや、割れないよな、けど。いや、けど一応丁寧に守るから入るか。あ、オッケー。いや、多分ミストバースト。いや、割れないと思うけどな。半減だろ。
あー、オッケー。あ、マジカフレームね。あっぷの。あっぷの、何してくれてんのお前。え、けどマジカフレームで割れんのか。タイプ不一致抜群。一応身代わりするか。一応これトリックネームが割れたターンになんだかんだすれば問題ないので、あ、消えるか、消えるか、さすがに。身代わりして、次、守って、てか最悪これ TOD すれば勝ちだし。次、守って笑えちゃうか。あ、いや、いいのか。守って身代わりして切れるから自信でいいもん。ここで身代わりない状態でこいつを突破しちゃった時がまずい可能性があるんで、まあトリックルームなかったら全然身代わりない状態で肯定しても状況としては変わらないんでいいんですけど、そこなんですよね。で、ここマジフで来るから身代わりと。オッケー。いやー、いいっすね。本来のこのパーティーの戦い方でき始めた。一体倒した後は TOD みたいな。すんげー性格悪いパーティーなんですけど。いやー、いいっすね。さすが最終5位のパーティーですね。使いこなせるようになれば、勝てるようになる。いやー、いいですね。まあ、かといって自分の時にラッシャ使うかって言ったらラッシャ使わないんですけど。ラッシャーはなんか使ったら負けな感じがして使いたくないですよね。さあ、オッケー。さあさあさあ。さあ、ミキさん対戦の方お願いいたします。で、クロバド。クロバドか。いや、ぶっちゃけ個人的にはクロバドよりか。ブリジアスの方がキモいと思ってるんですけど、いやー、どうしよう。どうしよう。いや、ゴリラ相手が誰から来るか持ってないんだよ。てかブリジアスこのパーティーきつくね。ガチきつくね。やばいよな。ラッシャーで見えたんですか。でもとりあえず、とりあえずどうしよう。ロンゲ、ロンゲ。いや、ゴリラか？ゴリラ、コライドル、神？いや、これでいきます。いやー、なんかけど、なんか、きつそう。ブリジアスがマジきついと思う、これ。さあ、誰か来る？最近のコライドルね、意外とスケショのやつが多かった気がするんで、いてもおかしくないんだよな。ブリジアース。いや、初手か、初手から来るか、初手から来るか、厄介だな。とりあえず素早さ負けてる可能性あるんで下からトンボしたいんですけど、はたいてトンボするか。ああ、電磁波ね。で、相手ってことは持久力、ボディプレーとかだと思うけどな。アタックで食べ残しか？あ、今？お前、持久力じゃない？あ、だったらいいよ。下から帰るわ。あ、ポッポさん。
今日焼肉ナンスはということでお疲れ様ですだけ言いに来ました。それは喧嘩売ってますね。そのね、お疲れ様ですだったら、あ、ありがとうございますってないですけど、その焼肉ナンスはちょっといらなかったですね。非常に羨ましい。最後に肉食ったのいつか俺はわかりません。焼肉いいですね。しかも焼肉ってやばくない？スーパーの肉ですら俺買って食ってないのに、焼肉ってねやばいよね。もう本当にラーメンの次ぐらいにもうやばいと思う。ラーメンはマジでこの間も喋ったんですけど、半分はね麻薬なんで結構危ないんですけど、焼肉もいいっすよね。いいなマジ羨ましい。こいつどっちから入る？コラコラコライドンで入るか。コライドンでつけちゃうか。つけよう。さあコライドン、コライあ、けど待って、え、フェアリーテラス、いやゼロではない、可能性としてはゼロではないか。いやまあニートチャで落ちそうな気もするけどな。どうしよう。いや今日スケショか、スケショなのか。いやスケショである。お前外すねよ、お前順番なのマジ。いやお前やばいだろ。あ、てっちゃんご飯食べてきた。おかえりなさい。お、コーヒー豆さんもおかえりなさい。お仕事お疲れ様です。はい、いやこれはさ、これ悪くないもん、これ絶対悪くないもん。よくないって本当にやばいって。あの 10% じゃねえんだよこいつやってることが。本当にめっちゃ唾飛んだもん。なんで俺月初めからこんな酒ばんきゃいけねえんだよ。喉痛いんだよ本当に。いやニトチャ、いやニトチャ、いやまあニトチャか、ニトチャなのか、いやニトチャか。いやーまずい、非常にまずい、まずいな。どうしよう、だってスパイスこれ負けてるもんな。いやー、あ、リフレクター落ちるの。もうダメだこいつ。お前何が起きたかわからんが、過ぎたことは結果の、いやニートちゃんで良かった可能性はある。なかなかやるなお相手さん。あ、これ相手がすごいのか。これあ、コライドンが悪いと思ってたけど相手がすごいのか。そしてさすがに運が悪すぎて、あのルナさんがお守りくれた、ありがとうございます。けどうちのコライドン死んじゃいました。はい、いやー、まあこれ自分のコライドンじゃないんで、まあ相手の方が悪かった、どうしましょう。でこれはですね、どうしようか。ぜ、いやー電磁波あるよな相手。ないわけねえもんな。いやなかったら嬉しいか。いやないわけないと思うんだよな。いやーないわけないよな。無法頼む。ああ、オッケー、とりあえずここはまあまあ許せるんですけど、この次ですね、さすがに無法で多分確認は取ってると思うので、さすがに取っていなかったと。さあここからどうしようか。あ、今日無限の価値土の電磁波っていうのがあるんで、最悪助けは残したい気持ちはあるじゃないですか。いや残したいんですよ俺は。なので電磁波、あ、いや今日ムーホ急所が安牌か。あれだけ運を使ったら多分急所が引いてくれるようにかけよう。頼むよ。よし、まーずい。さあここからですね、入りすぎじゃね。いやマジでさ、どうしよう。
電磁波で壁ターン切ってだな。できるだけ減らして減らしてやるしかないもんな。今日はプルコギ丼でした。わーいいですね、いいですね。いやー俺はもうパスタです。はい、もうパスタと納豆と卵の日、このローテ組んでるだけです。はい、今日はパスタのローテでした。さっこれはとりあえずグラスラで終わらすか。グラスラで終わらしてだな。いやーグラスラ動けよ。もう動かないってことはもういらないから、そうです。そのくらいはもう、おお、ほう、でかい、マジででかい、でかい。だってこれでさ、変に壁ターンからしてくれるのはもう願ったいかなって。だけどまあ欲を言えばグラスフィールドからさないと欲しいって気持ちはある。オーケー、よーしよ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 し、とりあえずとりあえず。でこれノマテラは確定の、あとは相手のおそらくバドレックスがいるんですけど。さすがに畑読まれるよな。さすがに相手も照らっちゃうもんね。照らうよなって考えれば、これも黙ってノマテラドラムアタック、ドラムアタックグラスライダーとかじゃない。いやそうだな。いやさ、多分これが結局アンプやと思うわ。あでしょうけ、さあ多分フェアリーテストとかかな。何来る？うわ、じゃあ畑だよ。畑だよ、それは。じゃあなんでよりによってお前草手足なんだよ。お前いっぱいあったじゃんお前。いや草手足もいるけど、いるけど、いやその気持ちはもう、まあ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 、言いたいほど分かりますが、ってことはもう、あ今日ギガドレインじゃなかったんや。草結び系男子だったらまだ許せる。とりあえずお前は一回素直にアストラビット打ってほしい。頼む。オッケー、単純で、これはとりあえず、オーケー、よく動いた。で、これ多分そんな入ってんもんな、さすがに。硬くね？硬く？硬くねえか。ああ、リフレクターか。ああ、じゃあ、まあまあまあ。トンボが140。はたき、いや、トンボだな、さすがに。トンボです。あ、瞑想ね、オッケー。オッケー、大丈夫、大丈夫、大丈夫。こっちのゴリアンダーは今9章引くって約束してるんで、多分引いてくれる。動けよ。オッケー。頼む。お？いい感じじゃねえか。きついかな。トンボあと2発で落ちるから、ギガドレインが、あ、待って、どれくらい、いや、意外と入る、意外と入るか。いや、けど、相手これ、アスビ、ギガドで、アスビ、いや、もう、オーボンかよ、オーボンかよ、募集しとけばよかった。ギガドレイン、アスビ、瞑想、あと一個なんだ。いやーマジ急所、マジで急所、頼む。いやー入りすぎだって。いやーまずったな。いや急所でも落ちないもんな。ワンチャンあったな。いや無理だねえわ。いやーこれは、いやまあけどこれはまあまあまあコライドのせいなんで、いや、あいつ今回マジ大先輩。いやー勝てたな、これは、これは勝てたわ。ドチャから入ればよかったか、あの時。さあまあとりあえずっすね。いやーけどね、グライオンとかね、
だからたまにこうやって使えば強いなと思うんですけど、使うのやっぱ難しいんでね。いやどうだろう、アシネーヌは好きだし水フェアリーいいんですけど、やっぱり思ったよりか耐久がないのが気になる。ゴリラは安定して強いけど打点がないポケモンにはとことん何もできないのが気になる。いやどうしよう、今シーズン誰使おうかな。それだけっすね。さあホロケウさん対戦の方お願いいたします。さあ伝説がいない、舐めてるの。え待って、相手あれレギュレーション勘違いしてんのか、それとも H だと思ってるパターンか。待って、これに負けたらちょっとさすがに何も言えなくなるな。いやまあ、とりあえずどうしよう、誰から入ろう。まあこういうパーティーさすがにしょってイルカマンが上等だと思うけど、しょっているいやストリンダー来そうだな、なんか。なのでゴリラのグライオンのあ、今日ストリンダーゴリラきついか。あ、ストリンダー来たらグライオン投げればいいか。だからゴリラグライオン、まあまあ伝説信じますか。これでいきます。この銅を貯水、大体貯水じゃない最近だって、俺貯水じゃない銅に当たってないよ。まあ実際に水技打ってないからあれかもしれないけど、さすがに現環境で貯水じゃないのはもうハッタリかもしすぎでしょ。それでね勝てたらすごいですけどね。さあ相手初手誰か来る、イルカマンで OK で、これは多分クイタンも嫌うと思うんだよな。素早さは負けてると思うから、グラスラから入ってもいいけど、多分いやクイタン食らうぐらいはいいや、ハッタキから入ろう。さあどうだ、さすがに素で引いてくるとは思うけど、さあどうだ。マジってお前バケモンだな。いやまあ いいけどさ。あでこれはさすがに相手引くんで、はたきです。で誰来る、いや多分ストリンダーだと思うけど、あペリッパーね、あペリッパーはいいや。えこれさペリッパーさ、あっ5つ目ペリッパーいるな。いやーどうだ、いや5つ目か。えじゃあドラータで落ちないか。どうしよう、相手は飛行技だもんな、暴風だもんな、暴風。いやー照らしたら、いや照らしたらもったいないな。ドラータか、これでいこう。ゴリランダー切ってコライドンで積みまくって突破とかかな。さあ暴風、お耐えんのか、でかいっすね。頼むよ、いけるさすがに無理か。あーじゃあオッケーオッケー、十分。トンボ、あーけどいや待って、アクジェで落ちる、あじゃあジェットパンチか。いや落ちるか、そうだ、まあとりあえずあれグラスラーあと一旦あるよね。なのでこれはグラスラス、頼む耐えろ、あ無理か、 OK 十分。あ、まあ、朝か。雨降ってれば無理か。雨降って開けたらワンチャンあったか。
まあ、とりあえずここはコライドンこんにちはさせて、多分レイパン、ジェットパンチ、レブタ、あと一個なんだ、クイタン、いや多分、いやー、氷技と水技しかなかったな。あ、インパとか覚えなかったっけか、こいつ。ドレインパンチとか覚えるか。何かしら奇襲技欲しいような気もするけどな。いや、まあ、ここはスケイルショット打つか。いや、研磨します。OK。誰来る？ああ、オッケーオッケー、ペリッパーね。ペリッパーはこれはまあもうどうでもよくって、結局、ひねり状態が 1.5 倍でしょ？で、けどこれ剣舞積んだから、今の方高くなっちゃって、で、これは、これこそニトチャでいいもん。落ちるよ。落ちるよな。怖えな。けど、スケショの命中ファン怖すぎんだよな。さっきそれでも負けてるし。いや、防御下がるの嫌だから、いや、信じよう。さすがに落とせよ、お前。伝説ポケモンだぞ、お前。あ、いや、まずい。あ、まず、あ。いや、待って。あ、いや、耐えろ。いや、耐えろ、するぞ。頼むよー。よい、ちょっと、オッケー。まあまあ、雨のターンをかわせたと思えば、ポジティブに行きましょう。さあ、誰から来る？結局、イルカマンはもうジェットパンチでコライドンを倒すっていうヤンキープレイしかできないんで、さすがに多分残り1体のと多分誰かしらが来るんですけど、誰だそれが。イルカマンが来るの？マジ？お前フェアリーテイスか？お前、フェアリーテラスなのか？待って、イルカマン、ポケモンホーム出てるかな。このご時世にイルカマン使ってるような基地がいねえもんな。あ、いた、129か。うわぁ、 1.8% フェアリーって書いてる。 1.8% いける。待って、何、水なら許す、水なら許す、水なら許せる。何、まあ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 、ここから。ジェットパンチだぞ。今、雨で2倍の 1.3?3 倍近く。けど半減。いや、いけるだろ、耐えるだろ、お前伝説だぞ、お前。伝説だぞ、お前。危ない、よしよし、危ない。でかい。十分です。さあ。さあ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 。とりあえずとりあえず。喉が痛いのに叫んじゃった。さあ残り1体誰だ。先制技なきゃ勝ちなんだよな。ストリンダーね。ストリンダーは何してくんのお前。いやけど待って、グライオンのこと倒せないか。けどストリンダーってさ、特集じゃなかったっけ。ストリンダー、ストリンダーはテクニシャンなんだ。特攻が114、攻撃が98ってなれば、いやまあどっちにしろできることはこっちスケショしかないんです。スケショルト OK、 どんどん。いやーでかいっすね。最高です。よく耐えた、こないの。さあ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 、いや勝てるようになってきましたね。いい感じ、いい感じ。そう、明日もね多分配信するんですけど、明日はどのレンタルパーティー行こうか。メガネミライ、いやスカーフカイオーが行くか。スカーフかヨーが楽しそうだな。
ルギアはあんまり楽しそうじゃないからあれなんですよね。まあ勉強のために1回ぐらい使った方がいいとは思うんですけど。メガネミライドンかな、どうだろう。さあ顔文字さん対戦の方お願いいたします。ブリジュラス、ブリジュラスな、どうしよう。とりあえずロン毛モキもいいけど、ゴリラかな。コライドン、神グライオン、誰か入ろう。だけどグライオンから入るのがアンパイか。いや今日ブリジュラス来たらめんどくさいな。って考えたらなんだかんだゴリアンダーから入るのアンパイか。いやーどうしよう。そうっすね、ゴリラから入って VS 来たらトンボで帰って裏でワンパンできるやつの紙でも置いとくか。で多分そうなってくればゴリラをちょっと雑に使う可能性があるから、多分バドネックスがちょっとめんどくさくなるんだよな。いやまあけどコライドンか、これでいきます。さあ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 、さあ誰か来る？ロン毛ね、ロン毛はこれはまあ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 悪くない、悪くないけど、こいつが壁2枚とソウルクラッシュとあと1個が挑発なのか、それともあの電磁波なのかによって、もしくはね捨て台詞なのかによって話がマジで変わってくるんですよね。まあとりあえずドラマアタックでいいや。リフレクター、いやここはいいんだよ、この次彼が何してくるか。とりあえずドラム入んねえなー。今日これドラムでずっと時間稼いで、稼いでリフレクターからすか、それでいきます。リフレクターからしちゃってコライドン参上させればなんとかなんじゃない。さあ壁、いや、ロン毛はね、だって、絶対仕事できるじゃないですか、基本的には。なのでね、ロン毛は、いるだろう。それこそ、来月いないばもっと増えんじゃないこいつ。結局、火力がね、今より下がるんで、全体的に。ってなればね、もっと活躍できんじゃない。引っ込めと？誰いる？あ、キモ、キモすぎる。キモすぎる、こいつ絶対維持切るから。あ、てないばもうゴリアンダー起動、持久力で削るだけ、できるだけ削って紙につなげばいいや。でこれはたこ、さあでも相手からしたらな、これ、いけ、電磁波かもあるから電磁波から来るか。アタキ、何持ってる？お盆？あ、食べ残した。あ、ヘビーボン、あ、まあ、神警戒か。まあ、とりあえず、とりあえずっすね。電磁波から来ないのか？けどこれまだ時間稼いでいいの？いや、まだ稼いでいいや。畑の方入るよ。まあ、どっちもまあ、ほぼ誤差みたいなもんか。畑。ボディプレイ。オッケー。これ耐えたの出てる。で、畑かな。V チャンスは結局ね、特殊技に死ぬほど弱いんで、幅紙のもんほど落ちないかな、耐えないのかな、さすがに。とりあえず、はたいて、ボディプレ食らって、
どうしよう。いやー、電磁波痛み分けにするか、それとも。いや、無理だよなぁ。壁あれば無理だよなぁ。あ、電磁波で、お前がめっちゃ麻痺る。そっちにかけよう。てか、一回ぐらい麻痺っていいと思うんだよね、マジで。今日の運の悪さを考えれば、頼む、麻痺れ。麻痺れ。うわ、まずい。ああ、非常にまずくなってきた。これはですね、神を切るっていうパターンに変えましょう。神を切って、古代丼で、まあ、ほほいのほいと。そっちパターンですね。これ変に痛み分けしてもいいんですけど、あ、痛み分けの方ダメージ入るか。いや、そうだな、痛み分けするか。いや、変にはばかみに生き残らないとも困っちゃ困んだよな。ヘビーボンバー。いやー、麻痺ねえかな。一回ぐらい麻痺ってくれても俺は罰は当たらないと思いますが、とりあえずこれは非常にまずい事態ではある。非常にまずい事態ではある。いや、一回ぐらい研磨にしよう。ここぶっちゃけ結構負け気味のパターンなんで、頼む頼む、麻痺ってくれ。いや、いいよね。一回ぐらい麻痺っていいよね。さすがに。さすがにまずいよね、これ。あ、3500以内。ありがとうございます。麻痺で。麻痺で。動くな。動くな。動くな。頼むよ。ビビリ。オッケー、よし、よし。でかい。非業の行いです。さあ、これはさすがに2回目はないと思っているので、スケショです。さすがに決めてほしい。さすがに決めてほしい。頼むよ。頼むよ。テラスタム。テラスタム。ここの棒に及んでテラスタム。何か。ああ、相手、なんで水テラスしてきたのかちょっと俺には分からないんですが、まあまあまあ。まあ、こちらをスケショー打ちましょうと。オッケー。頼む。あ、無理かな。一発で急所来ていいだろ。一発急所。マジ運勝ちでいい。全然運勝ちでいいよ。では運勝ちでいい。頼む。急所、急所を出してくれ。急所、急所。あー、待って、動くな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 。頼む頼む、マジでビリ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 。 OK、 よしよし、でかい、完璧です。引っ込めた、引っ込めた。ああ、壁張りか。あ、まあまあ、これはいいや。一応これはさすがにちゃんとケアして、テラスタルで、素早さは1段階アップ。いや、まあ挑発来そうな気にするけどな。研磨会入るか。さあ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 、運だけの男ですが全然勝ちます。勝てれば問題ないです。はい。さあ、勝者こそが正義だ。あのドフラミンゴもおっしゃってました。勝てばいいんです、勝てば。 OK、 よし、リフレクター。で、こっからっすね。ひでりターン、ひでりターン、待って、あと何なんだ。もう1ターンぐらいしかないんじゃない。一旦最悪の音源飛ばせれば文句は言わん。頼む、マジでお願い、マジでお願い、ガチで頼む。ニットお茶、ニットお茶。何悩んでんだお前。電磁波はいいよ、もういい、おもんないから。お、引っ込むと。ああ、ニトチャの火力を下げるために。ああ、いや、けどあ、けどじゃない。相手だってこれさ、ロン毛をさ、
切る必要、あ、じゃあ残す必要あったの？だってさ、この時点で素早さは相手がスカーフでもこっちの方が速くなってるんで、スケショでいいと思うんですよ。わざわざこれ二刀茶打つ必要ないんで、スケショで頼むよ。 OK 倒せ。あ、待って、どうだ。イエース、5回頼む頼む、あと1回、よーし完璧。いやー最高ですね。3割引きの虫ニワトリ超当たりでした。うわ、いいですね。ぶっちゃけだって、あの割引ってあれじゃないですか、全然味そんな変わんないじゃないですか。なのでね、俺もね、たまに次の日休みの日とかに夜更かししてる時にスーパーが11時までとかなんで、ギリギリに行けば逆に選ぶの少ないけど割引めちゃ刺さってるみたいな、そのおかげで普段食べないやつ食べるみたいなのがすげえ楽しくて、たまに行っちゃいますもんね、わざわざ夜中。いやー、けど、いや、これいいな、これはいい感じだわ、マジでいい、運勝ちです。はい、さあ、いやー、やっぱ強いっすねこのパーティー。けどなー、スケショコライドンなー、1ヶ月通して使うかって言われたらちょっとそれはきつい。あ、これすいません、ラストです。はい、ラストにしたいと思います。さあ、359とか来た。シンさん、対戦の方お願いいたします。さあ、またバドデックスか、またバトデックスか。どうしよう。バドか。バドは、またロン、いや、ロンゲ流行りすぎじゃね？やばいだろ、コロナかよ。どうすんだよ、これ。いや、けどしかもさ、ガポンいればさ、ゴリランダも出しづらいんだよな、ハッサムいるし。いやー、なんか相手のパーティー観察されてるな。レンタルパか、これ。どうしよう。初手が多分初手ガポンかロンゲだと思うんだよな。いや、コライドンと神確定の、いや、ゴリラだろうけど、きついだろうけど、ゴリラだわ。これでいきます。さあ、どうだ？ラストね、こいつに勝ってね、順位がっつり上げたいね。300位だったらね、結構上がるでしょ、今。さあ、誰から来る？あ、バドから来るか。ほう。これはこれはですね。まあ、テラスタルは切らなきゃいけないわ。で、相手引けるやついたっけ？まあ、ディンドゥにちょっと引いてくる可能性あるとはいえだもん。そうっすね。まあ、ニートチャが安牌か。ニートチャで。お、突っ張ってきた。スカーフか？スカーフなのか？ニートチャ。ニートチャ、ニートチャ。アスビー、さすがにこれは耐えぬよな。オッケー。意外と耐えた。ニット茶で多分角2まで持ってけんのかな。どうだろう。ああ強いっすね。ってなれば次もこれでいいよな。
まあ、水テラスのバド X たまにいるけど、まあ、それは運が悪かったと思えばいいよ。ってなれば、炎技が多分一番安牌なので、ニートチャから入ります。オッケー、引っ込めた。誰か、ディンドゥか、さすがにディンドゥか。あ、ロンゲか。でかいっすね。これは、剣舞ニートチャっす。あ、電磁波、電磁波ね。オッケーオッケーオッケー。けど今2倍の2、2割引きだから、2割引き違う、割る2だから、動け山、まあね、さっき山、運勝ちしたからあんま文句言えねえか。ここは強気の剣舞。だよな、壁だもんな。オッケー。あ、ヒマチンさん、お疲れ様です。これ、ラスト試合です。あー、オッケー、よーしよしよしよし。よしよしよし。で、あと1回ニトチャを詰めれば、バド X の上取れる、と思うんで、ニトチャで。頼むよ、動いてね。動いてね、マジで。誰来るか知らんが。動け、動け、動け、動け。頼む。動け。マジで。マジで、マジで、マジで。頼むよ、頼むよ。オーケー、よーしよしよしよし。でかい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 。あ、はずはずさん、ラムクホイス、ありがとうございます。さあ、おー。コメント読んでたら、はばかみが解けた。え、これ勝ったんじゃない？バロの上、あ、けど、耐えるか、一回。だってさ、今3段階上がってだから、まあスケショーでいっか。スケショーで、あ、スカーフかよこいつ、こいつスカーフかよ、もういいよ。あ、違う、スカーフじゃないの。あれ、けど今俺3段階上がってたよね。ニトチャ3発で、ニトチャ3発だから2分の5割る2かける2分の1、4分の 5?4 分の5だからダメってこと ?4 分の5だから、負けたってことか。ほう。じゃあこれはまあ電磁波なの。あ、マジか。あ、いや、だるいな。いや、引かないでほしいな、これ。素早さ振ってて抜かれる。あ、麻痺食らってたのとかの計算だと思います。で、あと素早さはこいつ振らさってなかったっす。お、テラスト生きてきた。地面テラスじゃなきゃいい。待って、電気テラスも、いや、たまにいるんだよな。さあ、何？ああ、よかったよかった。全然いい、全然いい。それならいい。許せる。あすび。外すなよ、お前。頼むよ。お前外したらもう負けだと思う。頼むよ。逆に当てればお前勝ちだから。オーケー、よーしよし、よーしよしよし。で、これは、いや、まあ相手瞑想ドレンキスだろうけどね。とりあえず最大打点がたった2目なので、たった2目打つ。ああ、よかったよかったよかった。ここ控え、おお、倒せんの？でかいっす。あ、これはいいんだよな。さすがにゴリランダーで、なんとかコントができるよ。ああ、素早さ上がってるのに。いや、多分、素早さがさっき3段階上がってたんで、2分の5だったんで、麻痺なのでかける2分の1なので多分4分の5なので、2分の3じゃないじゃないですか。2分の3だったら 1.5 倍だけど、4分の5なので多分 1. 何倍だ？ 1.25 倍とかかになるんで、多分ちょっと低いんですよね。ってなれば、もともと素早さ振ってないこいつにはちょっと荷が重かったって話になるんだと思います。
いやー、でかいっすね。ラスト綺麗に終わったわ。いや、まあパーティーが強いからあまりドヤ出ないですけど。まあ、とりあえずっすね。はい。あ、ちょい負けてるんだ、それだったら。あ、やっぱりか。そうなんですね。まあ、とりあえずっすね。で、明日はね、また別のレンタルパ使うか、もしかするといきなり気分転換でスマブラやるわとか言い始めるかもしれませんが。とりあえず明日も配信今のところするので、よかったら来てください。お待ちしております。そして最後にライブいいね4000いきましたね。ありがとうございます。まあ、今シーズンもね、何度も言ってますが、3桁、今回は切るように頑張りたいと思うので、応援お願いいたします。それでは、バイバーイ。